メールどうぞ。トゥパンプスさんです。トゥパンプさん、はい、ハニョンちゃん、ハニョン、のんちゃん、わからわから、ゆたかさん、おはようございます。私の年代で大きな古時計という歌で映画ちびまる子ちゃんを思い出す人は少なくないと思います。原作のタイトルは大野くんと杉山くん。この映画の中で大きな古時計の歌が重要な意味を持っていました。あまり書いてしまうとネタバレになってしまうのですが、この歌を聞くと、うん、あの感動的なシーンが思い出されて今でもうるっときます。興味がある人はぜひ見てみてくださいと。ちびまる子ちゃん、ちびまる子ちゃんね、これ古い漫画だから、漫画つかアニメだからさ、うん、いろんな話があるよね。でもあれだな、大野くんと杉山くんってその最初期には出てきてなかったよね。え、そうなの？いた？いたっけ？なんか何回か シリーズを重ねるたびにさ、こうキャラ増えてったけど、うん、そのなんか新しい目、俺は子供の頃に見てた時いなかったような気がするけどな。まあ、ちょっと内容はね分かんないですけどね、うんうん、感動的なシーンらしいですよ。あ、ちびまる子ちゃんの3年4組が合唱コンクールに出場する話なんですね。ほうほうほう、へー、大丈夫ですか、ネタバレになっちゃいますか。いや、もうむしろ内容知りたいですよ。嘘嘘、知りたいけどね、 見ようと思ってたのにっていう人がいるかもしれないからやめとくか。いや、だってまずさ、ちびまる子ちゃん長いから、うん、いや どこだけ教えてほしい。なんかちょっとこの辺ので、デッキみたいな。あ、映画らしいよ。でも映画って書いてあるから、あ、映画なんだ。そうなんだ、いつの映画なんだろうね。へー、ちょっと気になりますね。はい、分かった、ちょっとそれをピンポイントで見てみます。はい、ありがとうございます。